あ、プニプニかかってる。プニプニこんばんは。そう、これ久しぶりに来た。これはなんか今まで、これワンピースなんですけど、このワンピース3年前ぐらい、そんな前じゃないかな、いやそんなもんか、3年前ぐらいに買って、で握手会で来た時に、あの過去一ぐらいで好評で、みんなそう、これ着てる日絶対可愛いって言われるの服だから今日あの久しぶりに、今日はなんかちょっとワンピースが着たい気分だったんですよ。でクローゼットでワンピースのコーナー決めてるんだけど、ワンピースのとこ見て、ああれこれ久しぶりに着ようと思って、久しぶりに着ました。これね可愛いの、みんな受けがいいんですこれ一番で。見て、今日はあの服可愛いから、ミミもこんなリボンちゃんつけました。見てこれ、ここのボタンもさ分かりづらいけどハートなんですよ、可愛い。これこのワンピース着てたらとりあえず可愛くなれるロラン、ハロー、可愛い、可愛いでしょう。これやっぱさ、襟とかついてると可愛いよね。襟とか袖もさ結構ふわってなって、見て、ん、あこっちか、ここ袖のボタンもハートなんですよ、ハートがいっぱいハートありがとう、マー君可愛い、嬉しい、ありがとう、可愛い、ありがとうございます。でも耳はリボンっていう、これかわいいな、このね、ここねやってこれマジで好評やねんな、これほんとに。衣装みたい、ほんとに嬉しい。これ着てたら百発百中で今日の服かわいいって絶対言われるありがとうラランハロー。腕の周り太いのが素敵。あ、そう、可愛いよね、このさ腕がこうふってなってる感じラランハロー。でもこれ海外の服なんですよね、海外ブランドのやつなの。これはこの服一目惚れして3年前にね買ったのよかったわ、3年間もこう毎回着るたびに可愛いって言われるんで、あのちょっと高かったんですけど思い切って買った甲斐がありました試着したんですよね、試着して、試着普段あんましないんですけど、ちょっと高かったから試着したら可愛いと思って買いました。こんばんは、こんばんは、イエーイ。お話し会の入金があり、あ、そうじゃん、今日までですよね皆さん、お話し会の決済を忘れなきようお願いします。テロップに書いときますね、お話し、今日までじゃないか、明日までか、テロップ、テロップってます、今オッケー、あ、オッケーじゃない、ちょっと待って、はい、ローラン、ハロー。1300回、多め。1300回、何1300回って。こんばんは、こんばんは、
ローラン可愛い、ありがとうございます。再生回数、あ、え、再生回数 VR の再生回数出た、え、出ないよね。なんかさ、出るみたいな話聞いてたからドキドキしてたんけど、出なくない？話し会何話せばいい？え？何でもいいよ。何でもいいが一番困るよね。でも、あ、全然話したいことがあれば全然それでいいけど、話したいことはなければ、なんだろうな。あ、でも、話したいことっていうか、話すこと、内容を考えてなかったら先言ってくれたら全然こっちから何でも話振りますよ。とか、でも話し会でよく話す内容はなんかその近々にあった公演の話とか、あのなんか普通に、え、てかさ、さっきなんとか食べてんけどどうたらかったらみたいな、普通にさ、その最近起こった出来事の話とかいろいろしてますね。とかあとはファンの人のなんか、あの、え、ね、最近仕事どうなのみたいな話とかしますよ、く。なんでも、こんばんは、こんばんは。え、ね、中間発表ないの？え、何回なんやろ。ドキドキしますね。まあ、VR スクエア、皆さん今日も見てください、お願いします。ローラン、ハロー。7枚あったら人生相談できる。軽い人生相談なら全然できちゃうと思う。人生相談全然してください、してください。そんな大した返しできるか分からんけど、人生相談はそんなないかな、意外と。話し会で人生相談されたことはあんまないかな。なんか人生相談ってほどでもないかな。なんかちょっと最近お仕事忙しいんだよねみたいな話はあったりするけど。かわいい、ありがとう。ハロー、ハロー。今日のコーディ、あ、うん、服の話はめっちゃするその日着てる服の話は2人に1人はするかな。なんかファンの人が、え、どんな服着てんのとか言ってくれるから、これ見てって言って、あの椅子後ろにバンって、あのコロコロで動く椅子に座ってるんですよ、お話し会するとき。で、あのイヤホンつないでタブレットでお話し会してんねんけど、あの服見せたくて椅子でさ、バーンって下がっちゃうからタブレット倒しがち、いつも倒したらごめんこんばんは、こんばんは。そう、イヤホンついてるからさ、可動域限られるんですよね。で、あとたまになんか、あのなんかなんと、この曲好きやからこれ踊ってほしいとかやった時に、え、踊る踊るとか言って、前彼女になれますか、踊ったっていうか手振りだけどイヤホンついてるから。でもなんか踊ったりする時は、あのイヤホンの距離感を忘れて、あの結構タブレット倒しちゃうなんか動くからさ、イヤホンついてるから動きすぎたらイヤホンとタブレットがこうつながってるから、タブレットがバンって倒れちゃうんですよね。ごめんって思う、本当に。毎回全身は気になるよね。いや、そうやね。だから全身写真は極力、あの人がいて頼めるときは全身写真撮るようにしてますね。だからお話し会とかはツイッターには全身写真あげるときとあげないときとあるけど、メールには基本送ってると思う。全身写真撮られへんかったときはごめん今日撮れなかったって言うんですけど、そう、全身なんか、いや、さ、全身写真ってさ、あのアイドルってやっぱ顔が結構大事やんってのは思ってたん、ずっと。まあ、今でも別に思ってんねんけど、だからその全身写真って別に需要ないと思ってたんですけど、なんか意外と全身写真がみんななんか見たいって言ってくれるから、あ、全身写真って見たいんだって思ってで、そっから全身写真あげるとみんな
ありがとうとか言ってくれるから、え、じゃあ全然送ろうって思って全身写真は結構撮りますね。かわいい、ゆうじさんありがとう。やい、逆上がり当たらなかった、あーピエン悲しい。オンデマで、じゃあオンデマにレスする。まわまわローラン、ハロー。スタイルいいから全身、嬉しい、ありがとう。ラン、ハロー。そう、いやでもラン結構さ、こうファッションとかも割とまあ、こだわり、そんななんか専門的なこだわりはないけど、服なんでもいいっていうタイプではないから、結構ファッションの話とかは全然全然好きなんで、みんなが服のこと興味持ってくれるのはめっちゃ嬉しい。いつもお話し会のために新しい服買ったりするから、それでさ、お気に入りの服とかをなんか、え、それかわいいねとか言ってくれるとテンション爆上がりです。ハロランハロー。ランちゃんの話し会楽しそう。え、楽しいと思うよ。ランは楽しい、少なからず。ランは楽しい。ラランハロー。ランちゃん生誕祭休日の18時公演してください。あー、どうだろうね。いやでもランもできれば休日がいい。だって休日の方がみんな絶対来やすいと思うから。でもね、わかんない、まだ日程の候補も出てなくて、前候補だ出てたんですけど、このここかここかここかで、生誕祭どこなんかやるならどっかやりたいとかありますってマネージャーさん聞いてくれたんやけど、結構生誕グッズが届かない日程だったんで、ちょっと生誕グッズ届いてからにしたくてって言ったら、じゃあまたその付近に相談しますねって言われたから、まだね決まってないんだよね。なんかその候補の日程で土日があればそこにするね。あ、でも2回来るのお昼とかには絶対ならないと思うから、うん、いや間違いないよね。休日がいいよね、絶対的に。でもさ、休日ってなったら2回公演やん多分。ってなるとな、個人的にはさ、ちょっと2回公演体力とかそういう面では全然大丈夫なんですけど、メイクがね崩れちゃうのよね、お昼終わったら。で、うるせえたんってなったらいっぱい映るからさ。これはマジで自分勝手すぎるけど、自分の要望的になったら1回公演のが嬉しいっちゃ嬉しいんだよね。でも土日やったらっていうね。今のは内緒の話ね、ランの自分が事情。かわいい、ありがとう、わざこみやさん。ありがとうございます。ローランハロー、こんばんは。こんばんは。最近さ、なんか日々さ、いろんな感情になるじゃないですか。でその時にさ、なんか、あ、これ生誕祭で話そうってなんの。最近なんか生誕祭で話すこといっぱい溜まってきてる。でもメモしてないから忘れてるんですよね多分。毎回、あ、これこの今思ったこと生誕祭で言おうって思うんですけど、でも別にメモするわけじゃないから多分忘れてるんですよね。赤いよね。ちょっと次からこれ生誕祭で言おうって思ったことあったらちょっとメモするわ。まあまあまあ、ちょっと生誕祭今年はちょっと中ずり喋りたいな。だからなんやかんや泣いちゃうんですよねいつも。なんかスピーチってなんか泣いちゃうんよな。なんかさ、自分のさ、なんか自分の気持ちを改めて自分でさ、なんていうの、なんか言葉に発することによってさ、あ、自分ってこうやって思ってたんやってさ気づくやんって段は思ってるんですね。頭なんかさ、心とかで思ってることを思ってただけやったらなんか意外と大丈夫なんやけど、それをさ、いざこう言葉とかなんか文字として出した時ってさ、その時に初めてなんか、あ、自分ってこうやって思ってるんやなって思っちゃうから。そう、だからスピーチってさ、なんかなんていう、その時は別にさ、そんなにさ、その出来事に対しての
あのちょっとなんか泣きそうだなみたいな感じはもう一旦終わってるはずやのにさ、スピーチでさ話したら思い出してさ、その時の感情また泣いちゃうよね。なんかそれは避けたい。ちょっと今年は泣かずに行きたいな。だから別に、うん、そんな泣くイメージない。え、あるかな。そんなにな、そんなすぐ泣くタイプじゃないねんけど、なんか自分の話すると泣いちゃうんですよね。キモキモ。うん、そうそう、まあ、ちょっと頑張るわ。生誕で毎年泣いてんじゃない？あ、1年目は泣いてなかったかな。分からん、覚えてない。1年目何話したか。でも 2,3,4 回目は泣いた気がするな。で今年さ、スピーチ台本作るか作る、台本っていうかそのさ、あのカンニングペーパー作るか作らんか迷うんですよね。だからいつもさ、生誕祭ってあのめっちゃ楽しいのよ。自分のことをこう主役にしてもらう日じゃないですか。でみんな自分のこと話してくれたり、ファンの人もあのこう自分のことをさ、こういっぱい注目してくれるわけやから楽しいのよ。めっちゃ楽しいねんけど、でも最後でスピーチをするっていうさ、こう試練が待ってるのよ。だからなんかオープニングとかはあのまだ大丈夫なんやけど、あの中盤とかアンコール入ってきたら、あ、やばいスピーチやってなって、なんかね、あの公演に集中できなくなってくるの。あ、やばいスピーチや、スピーチ嫌やなみたいな気持ちになってくるんですよね。だから去年はそのもうスピーチで話すことをこう忘れたらどうしようみたいな、がもうそういうこと考えるのが嫌で、公演中に楽しみたいから公演を、だからもう書いたんよ言うことで、見ながら読んだんですけど、あ、そう、でもこの間まなみさんが箇条書きでやってて、あ、箇条書きいいなと思った。そう、一言一言さ全部やってたらこう全部見ながら話すから、なんかちょっと気持ちも伝わりづらいかなみたいな。ちょっと箇条書きをちょっといいなって思った。いや、スピーチはね試練なんよ。なん的に、こんばんは、こんばんは。ね、うん、でもなんかさ、いや今年の生誕祭の目標はなんかちょっとしんみりした感じで終わりたくないな。ちょっと楽しく終わりたい。ちょっとそれは多分自分の空気感によって変わると思うから、ちょっとしんみりしないように頑張りますね。いやでも僕隊の、あ、僕隊公演で生誕祭やりたいなって個人的に思ってるんですけど、いや僕隊はね、夕日を見ているかっていう泣かせ曲があんのよ。もう絶対無理、それだけは無理。もう、ああ、ごめん、蹴っちゃった。3曲蹴っちゃった。緊張する、そう緊張するんです。箇条書きいいな。ローラン、ハロー。夕日やもん、そう、まあ、ああいう系の曲無理なんですよね。なんかこんばんは。無理ってあれね、あの夕日はめっちゃ好きなんやけど、こう類線的にああいう曲系、ああいう曲、ああいう歌詞がダメなんですよね。上がりだとファンレター、そうね、ファンレターもあれ泣いちゃうね。でもファンレターはどっちかっていうとこう自分に話しかけてるっていうよりかはちょっと相手に話しかけてるタイプやからまだ大丈夫なんですよね。あ、夕日みたいにこうなんか、まあ夕日まで人に話しかけてると言えばそうやけど、でも自分にも言ってるみたいなとこあるから、歌詞的にそういう方がちょっと無理。無理。泣いちゃう。
夕日のセリフポジだったら大変。いやでもね、あもうセリフ結構ちゃんもう結構覚えた。あの夕日じゃないわ、僕隊で、あのなんか前シンポジでやったとこ、あの夕日のイントロで喋る人なんやけど、2回目ぐらいまではもうその夕日を見ているかの前に MC があるんですね。で MC 終わって、トゥールール楽しい時間はあっという間でっていうセリフに、セリフに入るんですけど、あのもうシンポジの 1,2 回目はもう MC 集中できんかった、全く集中できんかった。あやばい、セリフ来るセリフ来るって思ってMC あの上の空で喋ってましたね。うん、あ無事ね、そんなつまらずに言えたんですけど、でもこの間はもうあの全然 MC もちゃんとあの楽しめて、セリフももう結構ちゃんと覚えた気がする。その汗はで泣きそうになる、めっちゃわかる。そのだからそう、その汗はそうつかないって、もう題名からさなんかね泣いちゃうよね、わかる。そのランもその汗は嘘つかないって、でもあれはさもう結構こっち的にはさがっつり踊ってるし、オープニングの最後やからきついみたいな気持ちもあるから、ちょっと緩和されるのね涙腺は涙は緩和されるんですけどきついエクササイズっていうのが先に来るから、脳内にね、だから大丈夫なんやけど、歌詞だけで、あれ普通になんか自分が客席にいてあのメンバーが踊ってるやつとかを見ると多分あれ全然泣いちゃうと思う。その朝は嘘つかないって皆さん歌詞とかね、よく歌詞、そうあの結構歌詞聞くだけで曲とか聞くこと多いと思うんですけど、歌詞見たらなんか意外となんかおーってなるから歌詞も好きな曲とかあれば歌詞ちゃんと弾いてみてはどうでしょうか。うん、こんばんは、こんばんは。なんか考えてたけどランちゃん意外と分かりやすいし、いやラン多分分かりやすいと思うランはランねすごい分かりやすいと思いますよ。なんか思ったことをなんか口には出さないんですけど、感情は意外と読み取れる気がする、うん、顔にはすぐ出るんですよね多分。自分でも思う、あ今顔出てんなと分かるんですけど出ちゃうんですよね。でも言葉としては出さないのよ、だからなんかあーやだっていうことがあってもすぐ口には出さないんだけど、人前ではね顔にはすぐ出るから分かりやすいと思いますね皆さん。はいだからネモハモの初披露の時とかはあの多分全員にバレてた、お話し会とか、それもお話し会で言われたんですよね。めっちゃその前の K のリセット公演の時にネモハモルーマーを K で初披露するときに、その時センターやったのね。 でその前 K の前日がチーム4ってか、チーム4がチームで初披露をやって、ナナさんがセンターやったんですよ。いやいや本家みたいな本家の次の日みたいな、しかも自分みたいな、やばいやばいみたいな。だってあんなんさもうさ、どんな曲でもやっぱりセンターがとりあえず場所的に目立つじゃないですか一番。だから自分がさ下手くそやったり自分がミスったらさ、あもう K が悪く見えると思って、もうなんかしかも前日に本家みたいな、おいおいおいみたいなもうそれでもうその日はもうなそれが緊張しすぎて、振りを間違えるっていう緊張ではなかったんですけど、うん踊り込んでたからその振りを間違えるっていう心配はなかったけど、あの気持ち的にちょっとやばってなってでそのヘッドセットやから MC がちょっとあるんですね。ネモハモ本編アンコールも全部やって最後にネモハモルーマ披露やったんやけど、その前後で MC あったんやけど、その時にあのマジで顔が引きつってて、うんファンの人にそのね、あの初披露終わった次のお話し会で、結構みんなにあのいや
なんちゃいやもうなんかねなんとなくあのもう分かったよって言われた。だって MC 喋んないんだもん。うん顔固まってたよって言われて、あなんか顔出やすいんやなって思いました。うん、だからこの先もなんかあれば顔に出ると思います。はい、だからじゃあランはみんなに読み取られないように気をつけますね。バレないように頑張ります。まあでもあのそんなにガチガチになるぐらい緊張してたけど、でも本番個人的にはやりきったから、あのオールオッケー。オールオッケー。そんなランちゃんが好きです。あーもうありがとう、大好き、もうありがとう。もうさあら最近ね、あーいやいいわ。ぶどうありがとう。あ、何十字星。ぶどうありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、うん、あ、みなみか、くっそー間違えた。姓は合ってたのにな、ごめん。え、それってさ、なんかの名称なんですか、お名前、なんかの名称。なんでみんな読み方がわかるの。なんちゃんアイドルになってよかったって思った一番のエピソード。うわー、めっちゃインタビューみたいな質問。あ、星座なんや。あ、そうなんや、初めて知った。みなみね、オッケー。一番か、一番は難しいな、なんやろ。でもなんか誰かのその毎日っていうか誰かのこう人生においての楽しみとかに慣れてるっていうのを言葉で伝えてもらった時とかは、なんかアイドルっていうお仕事できててよかったなって思う。まああとは、なんやろ、うん、まあでもそれが一番かな。てかそれだって、それをしたいからアイドルやってるから、まあもちろん歌って踊ってる、まあ根本的にステージ立つのが一番好きやから、あのアイドルはやってるけど、でもなんか最近なんかちょっと疲れてたけど、なんかこのランちゃんの公演見て、あの明日から頑張ろうってなりましたとか言われると、あーなんかすごいお仕事してるんだなって感じる。あ、それが、あでもいや、やりがいになっちゃうかな。ちょっと趣旨ずれたかも。答えの趣旨ずれちゃったかもしれない。あ、でもアイドルになってよかったなって思うエピソードか。あ、なら合ってるか、それかな。そうだから、そう、それが嬉しくてやってるから、だからラはもちろんこう素をさらけ出したいよ、てか出してると思う、結構出してると思うけど、でもなんかその感情とかはそんなにあんまり出したくないっていうのは本音ではあるんですよね。それはなんでかっていうと、恥ずかしいからとかそういうことじゃなくて、なんかそのそういう風に思って応援してほしいなって勝手に思ってるんで、だからなんかあんまりこうランの感情の起伏、その喜怒哀楽を出し、なんかなんていうの、こう嬉しい系はいいんですけど、こうなんかちょっと落ちてる時ってやっぱ言っちゃうとさ、なんていうの、こうなんかさ、そういう目で見ちゃうくない、ランのこと。なんかそれが嫌で、あんまり言いたくないんですけど、なんかあったとしても、まあでも言わなすぎたら言わなすぎたでさ、なんかね、あ、ちょっとあれかなと思うから、たまには言うようにしてるけど、
そうだ、多分ね、こう見えてなんかこう見えて意外となんかアイドルっていうなんか幻想を抱いてるのかもしれないランは。自分で意外となんかなんていうんやろ、こう自分でなんか意外と自分ってアイドルやりたかった、なんていうの、なんかわかる言いたいこと。うん、うん、なんかそうね、意外とアイドルになんかなりたかったね、なんていうの、なんかさ、うんうんって思います。そう、でもあの前峯岸さんと、峯岸さんの卒業コンサートの直前になんかあの17で、あ、ワンセブンか、ワンセブンライブであのなんかあったんですよ。峯岸さんとその当時の K のなんかメンバー5人でなんかちょっとあのなき、ん、何、配信があって、でその時にこの南の部屋であのなんか相談できるコーナーがあったんですよ。だからはその今のこの話を相談したんですね、峯岸さんに。なんかこうなんか辛いこととかなんか自分的に悔しいなって思ったことがあったとして、こういう気持ちってファンの人になんか伝えた方がいいのか、なんか言わない方がいいのか、なんか迷っててみたいなことを相談したら、なんかそんなになんかこう誰もが見れるとこで言う必要はないとは思うけど、でも自分のことをこう応援してくださってるファンの方にはそういう感情もやっぱファンの人は多分知りたいと思うから、こう全部は伝えなくていいと思うけど、たまにはこう言うと言う方がいいんじゃないみたいなことを言ってもらって、確かになと思って。だってランがファンやったら自分の推しの感情は知りたいなって思ったんです。だからたまには言う、たまにはね、でも全部は言わないけど全部は言います、はい。そうそうそう、だからそのプラメなんですよ、うんそのプラメですね。やっぱツイッターとかに書いちゃうと、そう、あのランのことを好きじゃない人もいっぱい見れちゃうから、ちょっとやっぱいろいろね、なんかちょっと変な嫌な方に行っちゃうけどさそう、だからプラメとか、プラメならだってランのことさ、興味、まあ、興味ない人は置いてて、嫌いな人はわざわざ取らないじゃないですか、絶対。だからプラメ、そう、だからプラメは何でもいいかと思っちゃうの。プラメは何でもいいかと思ってうん、プラメ、だからプラメがそうね、文章であれで言ったら一番素なのかもしれない。だからショールームはまだ取り繕ってるかな、これでも取り繕えてない時の方が多いと思うんだけどそのなんか感情面で言うとそんなに言わないかもしれん。お話し会とかはそういう話になれば、うん、言う時はある。お話し会はその人しか一対一で喋ってるから自分からなんかこうなんかこれが悲しくてみたいなのはあんま言わんけど、あんな人がなんかそういう話を振ってくれたらちょっとは言うかもしれない。ハラン、ハロー。やだ、またなんか、はずいこと言っちゃった、もう、やだ。うん。もうさ、あれ、喋ってるときはいいねんけど、喋り、もう一連に喋り終わった後にさ、あ、もうなんか、また臭いこと言っちゃったってなんの。ほんまやめたい、この性格。もう無理。もうやだ、なんか、喋ってるときはさ、なんか、もう、さ、いいんですけど、喋り終わってもなんかもうさ、あ、もう、最低ってなるね、もうやだわ。でも自分の性格ってさ簡単に変えない、変わらんやん、やっぱ。だからもうこの性格とうまく付き合うしかないよね、正直ハロー、ハロー。そう、うん、みんなありがとう、優しいで、こんなくっせえ話してんのにみんなありがとう、優しいわ。そう、みんながいい、みんながいいって言ってくれからまた話しちゃうんですよもうダメだなう
明るくていい性格じゃん。あ、よかった、そう思われてるならよかったです。ランはどうなん、ハロー。褒められて伸びるタイプかな。え、どうなんやろ。それもある、それもあんねんけど、でもなんか場合によっては逆の方がなんか燃えるえ、ド M？ なんかえ、でもこれは言ったあんま言ったことないねんけど、身内にはあの褒められて伸びるタイプだと思う。でも身内じゃない人からは褒められて嬉しくないことはないから、褒められる分にはもう全部嬉しいねんけど、あの身内じゃないところだとなんかえランちゃんって別に全然ダンス上手くなくねとかもし言われたら、そっちの方がなんかはぁって言ってもっと上手くなってやるってなるランはでもなんか身内に言われたらなんかえシュンってなっちゃう難しいっしょ。人生論じゃなく今日はアイドル、そうだね、今日はアイドル論言っちゃってるわ。もう恥ずかしい、やだ、羞恥心羞恥心。うん、ランちゃんファンみんな温かいです。自分のぞく、なんで覗いた、あったかいでしょ。あと、うん、負けず嫌いで、そうだね。まあでもさ、でも人って別に言うてみんな負けず嫌いじゃない？だって負けて、あ、みんなじゃないのかな。それなりの負けず嫌いだとは思う。菅井先生に怒られても平気そう。でも菅井先生ってまだちょっと読めないからな、ラン個人的に。なんか読めないからなんかボロカス言われてもなんだろう、なんか読めないの、あんまちょっと意外が読めないから、そんなんか意外と大丈夫かもね NM 病死の初見なんだけど、あ、そうだったの。今の熱い語り聞いてるじゃ止まりそう。恥ずいけどいいよ褒めすぎないように気をつけます。え、いいよみんな褒めてくれ。ランのファンの人だけはもう全部褒めて、お願いだから。もうあまりにもあのランがちょっと、いやランちゃんそれはねえわとか思ったら、あのいいけど褒めなくて、みんな褒めて、ランのファンのみんなだけは褒めてください。じゃないと頑張れない。いや頑張るけど頑張れない広域の反応するやつが、いや、じゃあランさ、あれなんよ、広域さん知らんかったから、え、多分知ってたらね、そんなにもっとこうなったと思うよ。あ、多分知らんかったから、あのあんな感じになっちゃったので、ランからしたら知らんおっちゃんやったからごめんなさいなんですけど、そうなんかテレ東でその MCひろゆきって出た時に、あ、え、なんか聞いたことあるけど誰みたいな誰ってなったんよ、ランはね結構メンバーなんか結構知ってる子の方が多くて、なんかえ、ひろゆきさんやばーってなってる子が多かったんですけど、ちょっとついていかなくて、え、誰って なった人だからなんか、そうだからなんか言われても、え、あ、でなんかなっちゃったんですよね。でも別にそんな、なんかめっちゃ喧嘩してるとかよく言われるんだけど、え、そんなことないよね普通に返答しただけのつもりなんですけどちょっと言い方悪かったかな、反省してる
ハロー、ハロー。そうだからお互いあんた誰状態やったからだからちょっとなんかあれなんかちょっと面白くなったの。あんちゃんファンは外見だけでなく内面ごと好きです。嬉しい。でもやっぱな、人として好かれたい、うん、人として好かれたいというか、人なんかいい人になりたいんですよね。まあ、もちろん見た目を好きになってもらうのもやっぱそれが大事だから見た目磨きも頑張るけど、内面が内面を良くしたいよねやっぱ。うん、人としてなんか好かれたい。ハロー、ハロー、こんばんは、こんばんは。だから今ね、あのメールで送ったけど、自分の部屋に机と椅子を出したんですよ。で今までさ、あのベッドに座って配信してたんですよ。寝るベッドに座ってね。で、あの椅子と机出したから、ライマ椅子とつあの机にこうやって手を置いて椅子に座って配信してるんですよ。だからなんかいつもよりなんか賢そうなこと言ってると思う多分。いつもさソファー、ソファーちゃんはベッド座ってるからちょっとなんか誰ってなちょっとなってるかもしれないけど、今マジでさこの姿勢やね、机にこうやって手を置いて。うん、だからしかもこれ壁に、あの壁にさ背中こうやってつけてやってんのよ。うん、だからちょっと気持ちかしこめなかと言ってる気がする。単純やわ。え、だから今全然作業できちゃうよ。映るかな、あほらマジのさ、てか勉強机、あの学校にありそうな色合いじゃない、このなんかちょっと木目調のこのなんか感じ、ほらこうやって喋ってんの今。カメラ切らなくて済むね。あ、うん、でもその机が、あのなんていうの、こう足全然突き出せる系の机なんですよ。だからさ、その机の奥に三脚置いて携帯立ててやってんのよ。だから今足ラン椅子にくっつけてんのね。やっぱ大丈夫やけど、足ブランってしたらこうやって蹴っちゃう。蹴らんように頑張ってます今。妹面接見せ、え確かに、えでもさランさ、そんな就職活動とか面接とかこういうのしたことないから分からんけど、え今ってさリモート面接ってかマジでこういう感じでやってんのかな、やば。うん、壁と机の間隙もある、え、ない。指2本分ぐらいしかお腹と机の幅ない。うん、わし喋りすぎですね。え、全然、なんかこれ一個言っていい、これマジでさ、あの一生言い続けてんねんけど、あのなんかさコメントとかさ、なんかよくさなんかコメントしすぎてごめんねとか言われることあんねんけど、え、あなんかさ、なんていうの、こうわ変なコメントをいっぱいしてたら、あうんそうだねってなるけど、あのえ普通にコメントしてくれてる分で、あのマジで、あのむしろありがとう。なんかほんまに全然大丈夫っていう話を結構4年間伝えてんねんけど、ほんと大丈夫、ありがとう。だってコメントないとな、喋れることないもん。だからコメントには本当に、あの毎日アイドル、この間の1500日の時も言ってたけど、あのコメントあるけどハショールームラインやってるからさ、本当にあのいいんだって。いいんよ、あの全然っていうことは結構伝えたい。ラン机を家に置いてんっていう話とかよりも100倍ぐらい伝えたい。うん、だってコメントがさ止まってたらさ、こっちもなんか「あ何喋ろう!」ってなっちゃうから、もう「ありがとう」なのやって、ありがとう。
かで邪悪って言われたら、そんなこと言われたの？それはちょっとどういう経緯でそうなったのか知らんけど、いやそれはランは絶対言わんよ。いやなんか、えんちゃんうるさいとかいうコメントをさ、こうやってされてたらさ、あんたがうるさいわってなっちゃうけどあの普通にコメントなんで、あ、何でもいいってか、ありがとういや思って、分からん、みんながどう思ってるか分からんけど、みんなが思ってるほど、あのそんな、あのいちいちこうちっちゃいことで、あのみんなのことあの嫌いとか、あのそんなね、あ、そんなこと思ってない、いちいち。うん、っていうことを伝えたいよね。今日の服好みです。え、マジでこの服人気高くない？壁車これの方がいい？もしかしたら壁車こっちの方が人気出る？うん、ローラン、ハロー。たまにコメントした後に後悔したりする。いや、それはちょっとわかるよ。それはわかる。ランもあのなんかツイッターとか、まあわからん、ちょっと別かもしれんけど、なんかだからショールームがそうだねってな。ショールームがマジで自分であの話す前に頭で、あ、これ話していいかあかんかっていうのは一応考えたら全部喋るようにしてんねんけど、怖いから。でもさ、話し終わった後にだからなんか自分の気持ちの系とか話した時後に、今日なんかショールーム終わって、あ、またなんかいろいろ話しちゃったわみたいな、話さんかったよかったっていうのはマジで毎日なる。毎日なる。大丈夫大丈夫。ララハロー。じゃあちょっとこれで写真撮るわ、今日配信終わったら。うん、ララハロー。チーム K の衣装みたい。あ、え、ゴールドのやつ。確かに襟の感じに似てるかも。え、でもこれあれに似てない？あのランが好きってさ、あの離れていてもの衣装に似てない？みんなわかるかな、あのレコタイヤっけのさ、あのデニムの生地と白のレースの、あのフリルのなんかやつ、離れていてものさ衣装になんか似てないって思ってるね、キブラン。ララン、ハロー。うん、打ち間違い後悔。打ち間違いは大丈夫。ランも、多分メールマジで打ち間違い多いから。ごめんなちゃい。あ、ランちゃん、まだ打ち間違えてるよって思っててください。今日の美女いい。え、めっちゃ嬉しい。ありがとう。あ、でも今日もランマスカラしてないね。なんか、めんどくさくてやってない。今日もマスカラしてないねんけど。ビジュイ柔らかい顔になるわ、マスカラせんかったら。ビューラーとビューラーぐらい。うん、カラコンはね、あの新しく買ったやつにした、あのベイビーフェイスってやつ、ちょっと気に入ったから、次のあの逆上がりもこれでベイビーフェイスで出ようかなと思ってる。スプラしてたら出遅れました。おい、スプラ。ナンマのドラさん仲良い。ナンマのドラさんはナナホが一番仲良かったんですけど、卒業したから誰やろ。がっつり。いや、なんかね、ナンマのドラさんはあの高校生の頃に同じチームでやってた子がみんな卒業してるんですよね。ナミミとアミマル。ナナホはチーム一緒じゃなかったけど仲良かったんですけど、とはがっつり高校生の時に喋ってた子とかはいないかもな。うん、ローラン、ハロー。何日か参加できなかった、やっと参加できました。やっほー、おかえり。
今日お手紙出しました。え、読もう。明日お荷物させてあげます。あー、ありがとう、楽しみに待ってるね。うん、最近可愛くなった、ドキドキしちゃう。え嬉しい、ありがとう。うん、可愛くなりたい顔。あざとアザラシ、あ違うわ、違う違う、あざとアザラシは昨日つけてた、昨日はあざとアザラシでしたよ。メールたまに呼び捨てのときやるけど気にする。ああ、そう、たまーに呼び捨てになっちゃう。キュンキュンするならじゃあたまーにやるね。ハートレインボースター、ありがとう。なんとかチワワはね買ってないんよ、迷ったけど。手紙送りたけどどうしようかね。えぇ、ウェルカムウェルカム、嬉しい、思ってくれて。フロラン、ハロー。指捨てファンタジーはあの3つけ忘れてんじゃなくて普通に呼び捨てしてる。たまに呼び捨ての時メール、クリスマスコフル見た。え、見てない。え、でもさ、そういう期間限定のコスメ機買ったことないねんな。いつも見て、えー、そんなんあるんや、かわいいとはなんねんけど、あの買ったことない、クリスマスコフル。なんかコスメなんか、え、でもな、最近あのコスメお金かけよって思い始めた。前まであのコスメいく、あの自分の買い物の中で洋服に一番お金かけてたんですけど、最近ってかもう服全く買ってないな。全く買ってない服最近。だから見ないようにしてる、なんか。あの見たら可愛いのいっぱいあるから欲しくなっちゃうんですよね。でもなんか、いや服にお金かけるのもいいけど、自分本体が可愛いとさ、服がシンプルでも可愛く見えるじゃないですか。逆に自分本体はさ、なんかブスのままやのに服だけなんか取り繕ってもなんかあれかと思って。最近はこう服、まあ服もまあもちろん外見には入るからいいんだけど、こうあのなんか自分にお金をかけたいなって最近は思ってる。でもあらは秋冬が、秋冬の服がとっても好きなので、秋服、去年ランコートとか買ってないんですよね。なんか毎日これって思うのがなくて買ってなかったんですけど、今年はちょっとなんか可愛いアウター欲しいなとか思ってる。そうだから今、だから今欲しいコスメはあのサンローランの、サンローランじゃないね、サンローランは違う、イブサンローランのあのさ、表面ツルツルにするやつ、あの透明のジェルみたいなやつ、なんか毛穴のなんかなんていうの、凹凸なくしますよみたいなさ、最初に日焼け止めの後に塗るやつ、あれをなんか岡田と柚香が使ってて、柚香に一回借りたんよ。え、マジで、え、なんかランさ、なんかなんか化粧品ってさ、もう種類がありすぎるから、もうなんかさ全部一緒やろみたいな思っちゃって、あマジでキャンメイクばっか買ってる人やったんやけど、それを使って、ま、え、ほんまにね、いやなんか透明のなんかもうほんまになんか手ピカジェルみたいなジェルなんやけど、それをあのメイクする前に顔に塗ったら、もうほんまに顔がね赤ちゃんやみたいな、もうツルツルになってん、一回使って、え、めっちゃいいと思って、それはめっちゃ欲しい。でも買ってない結局。高いんだもん。
でもめっちゃ欲しい。あ、そう、プライマー、それそれが欲しい今。うん、あとはあのミルクタッチの新作の方のマスカラが欲しい。この間ドンキ行ってミルクタッチのマスカラ売っててんけど新作なくてさ、なんか調べたらミルクタッチめっちゃいいけど、なんかあのダマになりやすくまぶたにつきやすいみたいな言ってる人おって、あ、そらあかんわと思って。そうそう、ランさ結構まつげが長めやから、マス普通のマスカラでも塗ってたら結構まつげまぶたにめっちゃつくんですよ。なんかあかんなと思って、でなんか新作あのロンなんかんボリュームタイプの新作が出たみたいで、それはもう全然つきにくくなってたみたいな言ってて、えーと思って、で欲しくてドンキ行ってんけど、まだちょっと入荷しなくてさ、なんか今はそれが欲しい、欲しいですね。うん、ロラン、ハロー。じゃあプライマー、配信終わったら買おうかな。こういうのってさ、なんかいや分かってんねんな、物事ってさ出てよ物事ってさって、なんか口癖かもしらん、なんか、なんか人ってさとかさ物事ってさみたいな、うざい自分。うん、18の若造が何言ってんねんな、ほんまムカつくわ。いやそう、なんかずっとさ悩んでることとかってさ、意外と一歩踏み出してみたらスススってなんか言っちゃったりするやんっていうのをね、意外とあの感じたりすんのよ。買うか、あれいくらぐらいするっけ、8000とかやったかな、もうちょっとするっけ。ネットみーちゃん、おハロー。自分の口癖、くしくもくしくも口癖ならちょっとウケんねんけど、うん、くしくも2位だったみたいな、そういうウケ。問題は意外とシンプルだってよくあるよね。いやそうなんだよ、そうなの。でもさ、でも悩んでる時ってさそんなこと気づけなくない、普通にね。だってさ他人からさもし見たらさ、いやそうなんかこうすればいいやんってだけのことかもしれないけどさ、でも自分の中ではさなんかさそういうことじゃないんだよなみたいなのあるじゃないかね。6930円、あ、え、意外と、いや高いな、全然高いけど意外と高くなかった。じゃあ買ってくる、買ったら言うわみんなに。月見バーガー食べましたが、え、食べてない、食べへんと思わん今期。え、食べてねて、めっちゃ食べたいけどちょっと今回はちょっとパスする。ランコレに、いや確かに勝ったらランコレにあげるわ。いやでもな、現地で買いたいな。そらさ、ね、あのネットショッピングめっちゃ好きなんやけど、でもなんか現地で買う方がさなんか好きなんですよね。 なんか現物見てなんかね、こう商品なんか商品と引き換えにちゃんとお金を払ってるっていう感じがなんか好きで。でもな、店舗行くのもな。ハロランハロー。うん、小麦粉立ちしてるか、あ、そうなの。うん、なんとか制限ダイエットしたことないな。糖質制限とか脂質制限みたいな、むずいもんそんなん考えるの。えー、偉いね。
まああの健康が崩れない程度にね、流行りに流されたくないタイプ。え、めっちゃ一緒やで。なんか流行り物乗りたくない人やもん。いや乗りたくないことはないねんけど、なんていう、あのなんか言いたことわかる？あのね、あの流行ってるものを自分も見て、あ、自分がいいと思ったら別に流行ってるようが流行ってなかろうがやるけど、でもこうめっちゃ流行ってるからって自分が見て自分は別にそんないいと思わんなって思ったら別に乗りたくないっていう。だからその流行り物が嫌っていうよりかは、こう流行ってる、なんかなんていうの、こう世間で流行ってるから自分もっていうのが嫌なんですよね。なんか自分ないやんそれ。だからそれがすごい嫌なんですよね。だからそう、はい、ちょっとめんどくさいけど自分、うん、だから流行ってたとしても、あのだからちゃんと自分でこう判断して、あの乗るか乗らんかを決めたいめっちゃから、え、おー、みんな一緒なの？あ、すごい、なんか珍しい、共感入れた結構最近共感得られへん話を受けしてたから、ありがとうございます。そうだから、あのうん、そうだね、あの自分をブレさせたくないランは、むずいけどね、うん、だからこう人の意見とかもちゃんとこう、あの聞くのは聞くけど、自分ほか、あの誰かからの意見を聞いたとき、意見をされたときに自分がそれに賛同したら受け入れればいいし、いやでも自分はこう思うなって思ったら別に受け入れなくていいなってランはこう思いたいんだけど、でもむずくない？これってむずいよねサンローラのリプライナ本当すえマジラン、リプライナさ今さインテグレートのやつ使ってんねんな。あかりんさんがさ YouTube でこれ紹介してて、リップ、え、リップライナーインテグレートのやつ紹介してたからさ、とりあえず安かったしこれ買ってんけど、え、そうなの、サンローラのいいの、調べよう後で。ありがとう。みんなさ、リップライナーって知ってる？こうね、ちょっとさ、ちょっとオーバーリップみたいな感じでさ、こう書くのペンシル。でもさ、ほんまはさ自分に合う色もう一個の色やってんけど売り切れてたから、これ自分の口よりちょっと明るいねんな。こんばんは、こんばんは。なんちゃんは芯があるところ好き。嬉しい。でも自分もさ、自分のこと芯があるようでないのかなとか、なんかわかんない。思ってることはあんねんけど、ちゃんとね。でもさ、こう今ショールームでさ、こう偉そうにこう自分のことをさ語りはできんの。自分ってこういう人っていうのは語ることはできるんですけど、でも自分はこうやから、こういうことがあったらこういう行動を取りますっていうね、こうあのプランは喋れるわけ。あのこうやって立ち回るとか、立ち回りたいっていうのはちゃんと分かってるし、あのなんていうの、あ、説明はできるんだよ。でもね、それをいざね行動にね移すのが苦手なんですよね。自分はこうしたいっていう気持ちがあるのに、でもそれと違う行動をねなんか結局しちゃったりするの。だからそれが嫌だ。だから19歳はあのやめたい、それを。でもむずいんだよねそれって。はーんきやすい。あ、そうなん。じゃあちょっと見てみるね。そう、でもなんかランはあのね、真面目すぎってで言われるんですよね。そんなことないと思ってたけど、最近ねちょっと確かにって思ってきた。なんかそのお勉強が真面目とかじゃないの。全然あの勉強は全然あの不真面目だったんですけど、正直不真面目だった。不真面目っていうか、あのバカでした。うん、バカだったんですけどお勉強はね、
そうでもなんか生き方がね真面目すぎるな、真面目すぎって言われたの。まあそれがいいとこでもあるんだけどねっていう風にね言われて、うん、わかるわかるって思った。生誕祭スピーチみたい。え、確かにやばいやばい、話すことなくなるからもうやめるわ、生誕祭みたいなこと言うの、やめるやめる、あぶねー、ありがとう。勉強はバカでした、正直。いやでもあの高校の最後のテストであの国語のあのハーゲンダッツゲッツのあの100点取れたやつだけはあの保存してる。ハーゲンダッツをゲッツだけは保存してますよ。そう、あのツイッターにその時あげてんけど、あの高3の最後のテストで国語100点取ったの。うん、それ以外保存してないの。えー、分からん、どっか行った。どっか行った。でもハーゲンダッツをゲッツだけはファイルに入れてる。100点、高校生活唯一の100点、ハゲナッツゲッツだけはファイルに入れてますね。それ以外のテストは分からん、どっか行った、どっかにまとめてる気がするけど、そんな大切にはしてない。その通知表とかさ、なんていうかあのテストとかあのもうね分からん行方が。しながらあの親もあのランの通知表ガチ興味なかったから、うん、そう、だから何も興味ないし誰も興味なかったんですよ、自分の通知を。だからあのね、通知をとかどっか行った。だからさ、よくさ友達とかさ通知表見て、なんか、あ、お母さんに怒られるとか言ってたんですけど、あのうん、あのマジでいつもなんかその1学期2学期3学期終わって通知表もらうじゃんか。で、え、てか通知表もらったけど見る？みたいなって言ったら、あーなんか、あーじゃあ見るわみたいな、なんかそんぐらいそんぐらいやったんですね。いいのか悪いのかしらって感じですけど、うん、そうだからあのだから多分親っていうかママがあの多分勉強とかでなんか低い点数取って、もし怒るようなタイプのマミーやったら勉強ちゃんとやってたのかな。ちゃ別にちゃんとやってないこともないかな、それなりにはやったけども。でもそんなにあんまり気にしてなかったかも、なんかうん。え、普通に100点とか見せたら「えすごっ！」とは全然言ってくれんだけど、あのなんか10点とかなんかそんなレベルのやつ見せたらなんかやばみたいな、あの全然怒られへん。全然怒られなかった、なんか「えやば」みたいな。なんか笑ってた、笑われてた、いつもママでもそんなの取ったことないねんけどやばみたいな言われてましたね。こんばんは、こんばんは。あ、でもランは好きですよ、この育てられ方全然、あのうん、この育てられ方をしたから今の自分になってると思います。なんかあのマジで勉強に関しては全く干渉、全くではないけどなんか全然なんかやれとかは言われませんでした。あ、なんか宿題朝とかやってたらなんで夜やらんのとか言われたけど。うん、ランファミに入れてください。では面接をしたいと思います。あなたはランちゃんのことが好きですか？返事をどうぞ。うん、90点取ったら100点じゃないのって言われる方でした。90点すごいじゃん。うん、90点すごいじゃん。なんだ、90点取ったらもう見て90点やれって出てましたよ。
こういう人もいるんだから自信持って、90点めっちゃすげえから。はい、質問者の方返答をお願いします。合否を決めたいと思います。みんな好きです、ありがとうございます。なちゃんだけだよ、めっちゃ半角、絶対嘘やん。半角はもう本音じゃないんよ、乱的。返事来ないけど、好きじゃないの。サンドの飯より好きです。ユタでいましたよ。うん、ご飯は食べてくれ、ご飯は食べてくれ、どんだけランのこと好きでいてくれてもご飯は食べて。よろしくお願いします。ああちょ、好きが嫌いかで聞いたらよろしくお願いしますって来た。合格。ガバガバ。うん、一番最初コメント聞いて、ごめんマジごめん、見逃してた、ごめんなちゃい、どこどこ、ごめんね、見てたはずない、あ、はいって言ってた、あ、ごめん、合格、一発 OK。 なんちゃのファンの方と仲良くしたい、どうすればいいですか。どうしたらいいんだろう、 SNS とかじゃない。うん、嬉しい、もうファンの人同士仲良くいて、だからファンの人同士が知り合いでいてほしい、知り合いっていうかなんか知り合いでいて、みんなみんな優しいから、みんな優しいから、仲良くいい、仲良い人たちでいてください。だってさ、そっちの方がさ、なんかあった時とかみんなでさ一致団結みたいにできるじゃんですか。うん、いやなんかさ、なんかないの、なんか集まり的なないのかな。でも SNS とかでたまにファンの人同士が喋ってるなら見る。そうね、昔はね握手会でってかなってたけど、今ちょっとね無理やから SNS かな。うん、ミクシーある、ミクシー、ミクシー、あでもミクシーか分からんけど、おん、応援なんたらみたいなのありますよ。みんなもうみんな仲良くなってお願い。もう知ってる人同士になってほしい。だってファミって言ってるんやから、ファミって言ってんだからさ、ファミリーになってください。いやマジでもう友達でいてほしい、みんなには、みんな同士、友達じゃなくてもいいけど、うん、なんか連絡取り合えるみたいな。いや別に、ごめん、強制はしないよ、全然そういうの苦手な人もいっぱいいると思うから全然いいんですけど。うん、なんかあると思う、多分応援アカウントみたいなのなんかあるからね。なんかやっぱそれでさ、交流っていうのをやっぱ広い人が多いといろいろねいいのかなって思う。みんなでファミレスかファミマね、ファミレスかファミマは何なん、ファミレス、ファミレス、それ絶対さ語感に似てるから言ってたけどな、ファミレスかファミマはだいぶ違うで。めっちゃ突っ込んでてごめんやけど、みんなでファミマ行こうはちょっとやめて、さすがに。みんなでファミマ行かんといてくれ、みんなでファミマには行かんで、みんなでファミレスは微笑ましくて嬉しいけど、ファミマはやめな、ちょっと、まあ、あるけどね、たまに席ついてるでっけえファミマとかあるけどさ、みんなでファミマはちょっとやめないか、ファミレスに行こう。うん、あ、ファミだからそういうことね。いける。目薬どこ、
あ、上手したか。くっしょー。うん。12年ぶりに AKB に再熱して、やば、初めての推しがランちゃんだからこれから仲良く、みんなみんなほら仲良くし仲良くしてください、みんなで。長髪の年齢層どんな感じ、年齢層どんな感じだろう、どうなんやろう。でもランの感覚的にはどうなんやろ、あん、ね、ん、ん、だいたいこんぐらいの年齢のお父さん世代の人がちょっと多いのかな。中間の人はあんまいないかも。いるか、いや、いるけど、いないことないけど、あとは女の子。うん、無言になりますね、無言にならないでいいから、ねえ、ごめん。でもね、昔高校生の頃に普通に中学生やったからさ、アイドルの常識とかないし、純粋な疑問で「皆さんって何歳ぐらいなんですか?」みたいな、あの聞いたの、純粋な眼差しで。じゃなんか結構さ、マジなトーンでさ「年齢は聞かない方がいいよ」みたいな言われて、そっからあんまり聞かないようにしたんですけど、聞いちゃった。怖いんだもん、みんな年齢のこと言った時。別にそんなにさ気にしてないから、いちいち「あ、この人何歳なんだ」みたいな。気にしてない、はい、本当気にしてないから、みんなが思ってるほど、うん、人として見てるから、その人のことさ、年齢とか、あ、この人は何歳なんだ、ブブブーとかさ、思ったことないから、本当そんな人と思う、逆に。うんとさ、なんちゃんと同い年の女子です。え、マジやば、03? 03じゃん。健康年齢は実年齢10歳下です。すごいじゃん。なん実年齢何歳なんやろ、気になる。実年齢じゃないか、健康年齢。みんな48歳でいいんじゃない。みんな48歳いいんじゃない、なんか可愛いし、48。 うん、ローラン、ハロー。そうそう、みんな48にしたら平和じゃない。でもさ、すごいよね、普通にさ、こんないろんな年齢のさ方にこう好きになってもらえるってね。そう思うとなんかさ、アイドルやっててよかったとか思うよね。またアイドルの話しちゃった。なんじゃの1歳上の女子です。女子、お姉ちゃんじゃないか。19? 20歳かな、もしかして。みんな107歳。いや、誕生日で言ったら107歳やわ、みんな。あ、平均年齢48歳にする。あ、年齢はね、何でもいい、何でもいい。こんばんは、こんばんは。可愛くなったな。いや、最近ちょっと言われんねんけど。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。なら全然、あの顔が好きって言われるのめっちゃ嬉しいんで、ありがとうございます。もう嬉しいよ、顔が好きって言われたら、なんかもう
うん、嬉しい。うん、あと2ヶ月で20歳です。あ、え、じゃあ誕生日近いやん。だってランもあと1ヶ月で19やから、じゃあ10月11月誕生日10月か。ん、ラーラン、ハロー、11か。せんなのはさすがに怖い。まあね、あれ48って、ちょっとだから逆にリアルで嫌じゃない。みんな48って言ってたらさ、なんかランのファンじゃない人はさ、なんかえ、ランちゃんのファンの人ってなんで全員48歳なんてなるから、17歳にしてる方が。ランちゃん女の子のファンも多いイメージ。え、どうなんだろう、わかんない。え、でもこの間しのぶさんに、衣装のね、しのぶさんに、ランちゃん女の子ファンつくと思うんだよなって言ってもらえて、めっちゃ嬉しかった。この間ね、モースで昔のランちゃん出てたけど、だいぶお姉さんだったね。いつぐらいのやつや。いや、お姉さんに乗ってるかな。え、何歳に見える。割と年相、相、ん、相、年相、相老、相当、年相、相、何やったっけ、年相応か。やばい、最近ほんま、あの日本語、日本語力低下、低下なう。やばすぎ。うん、今日から48歳。そうだね、確かみんな同級生で行こう。うん、瞳の中に見える強く光るハートを見て応援しようと思う。え、何それ、嬉しい、ありがとう。うん、今日の子お姉さんに見える。本当？なんか襟やったらなんか可愛く見えるよね。ちょうど20ぐらいに見える。でも最近のさ高校生大人すぎん？ TikTok とかちょっと見た時にさ、なんか思ったんやけど、みんななんかさ大人すぎない？うん、え、マジさ、え、混ぜてるよな普通に。ね、え、なんかさ、え、だってもう中学生の子たちとかがさ結構もうさ、なんかバリバリメイクみたいなしてさ、なんか TikTok とかやってんの見ると、なんかえ、中学生かってなる。うん、え、まあ加工なんかな、どうなんやろ、わかんないね。まあでも加工してたとしてもさ、元がさそこそこ大人っぽくないとさ、そんな別に加工で大人っぽいってむずいやん。顔を可愛くするのはまあ加工で結構なんとかなるかもしらんけどさ、加工で大人っぽくするのはちょっとむずいから、だから別に本物もそれなりに大人っぽいんやとは思うよ。ランもすごいなって思う。うん、ランちゃん可愛い、嬉しい。武道館楽しみすぎて筋トレ頑張ってる。え、マジやば、めっちゃ嬉しい、ありがとう。え、偉いね、筋トレってさ始め出したらなんかさ楽しくてやっちゃうけど、始めるまで結構、始めるの時間かかるくない？中学生なんてじゃがいもみたいな顔でいたずらしまくて、いや死ぬ。ランもあらも、いや中学生はギリじゃがいも卒業してたと思いたい。でも小3ぐらいまでランもじゃがいもやったな。
銀行員そんなのきっちりしてないよ。筋トレ腹筋ローラーとか使うの？えらん使わんもう自分の体だけでやるかも。去年、いやそうよ、去年までユーテラも高校生やったけど、あのなんか、まあまあまあ、銀、あの銀行員はねこんなのつけません。そんな銀行にいたらお金渡しにいっちゃうじゃん。え、私に来て弱すぎ、ここだけ切り取った。背中ガン開きのセタブ、背中ガン開き、ちょっとガン開き具合によるな。うん、タコありがとう。スパガのやつ、スパガ？ブランド？え、分からん。うん、スーパーガールズしか分かんない。ペンライダーありがとう。今日久しぶりにそういえば髪の毛さ巻いた。うん、それだけ。ちゃんちゃんちゃん、ちちちちちマイエースすべガリ、え、ガリじゃないか、ちょっと逆上がりか、ガリは待って、なんだっけ、マイエースすべ、あ、ガリやったっけ、リバー、ちょっと待って、ガリは逆上がりやんな、めっちゃ前ゴゴリやっけ、マイリバー、うん、マイエースえガリか、ガリ立ち止まるな、ガリか、目指すは日が昇る場所、希望の道はガリか、ガリで合ってるか、言い方めっちゃ逆上がりやんって思っちゃった今伏線やな、伏線やわ、研究生の頃から。4年後は、田口チーム K として坂上がり公園でガリって言うっていう伏線やったんや、知らんかった、回収できた今ゆくて阻むリバーリバーリバー、立ち止まるリバー、運命のリバーリバーリバー、懐かしいゴリは違うか前へ進めゴリやばいわ。でもな、あの時の自分やったらゴリでも何も疑問なくなんかゴリって言ってた気がする今もしさゴリってなったらやばってなると思うけど、なんかあの時はなんかそんなこと考える暇なかった気がするな。ガットイットだからなんかガリになるよね言ったら立ち止まるなゴリやばいってやばすぎ。こんばんは、こんばんは、テテ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 テ、あんなに毎日やってたのに。なんかさ、もうね、修行中とかパシャドラやってる時もそうだけど、え、こんなに毎日やっててこれ忘れることあんのと思ってたんですけど、忘れるね意外と。悲しいわ。なんかい
でもなんか自分が小4か小5ぐらいの時に踊ってた普通にダンスの3、4分ぐらいのやつあんねんけど、それはなんか結構6割ぐらい覚えてた。前なんか久しぶりにちょっとなんか昔やってたやつやりたいなと思って動画あったから、それをなんか見てみたらなんか意外と覚えててびっくりした自分の記憶力に7年ぐらい踊ってなかったのに、なんか結構スッて踊れて全部びっくりした。うん、まあ今でもさ、この公演の曲忘れたとかはさ、あれやろね、上書きされてくやん、どんどん新しい曲さいっぱいやるから、だから忘れちゃうんでしょうね。こんばんは、こんばんは。効果今でも覚えてる。いや効果さ、な全然覚えてない、やばい。ほんまに覚えてない。何だっけ、小中高どれもわからん。効果高校に関しては何もわからん。一回も歌ったことない。多分歌ったかな、ちょっと記憶がないから。どんなんだっけ、もう本当に分からん。効果全然思い出せない、悲しい。小中はちゃんと、その当時はちゃんと歌えてたけど、聞いたら分かるかな。でもさ、効果ってさ YouTube で調べても出てこへんやん、学校の効果なんか。だからさ、思い出す術なくない？どうやって思い出せばいい？今さ頑張って効果を思い出そうってしてたらさ、ランが一番好きな合唱曲のコスモスがずっと流れてる頭で。光の子絵が空高く聞こえるってやつ一番好き、コスモス。中1の時に合唱曲だってんけど、うん、待ってな、東京上京してその年ぐらいな、合唱曲聴いててやばくない？うん、一人で上京したわけじゃないからホームシックなんかなとはまた違うんですけど、うん、その中学校、学校が転校したのが個人的に結構きつくて、学校めっちゃ好きだったから、だからマジで合唱曲ずっと聴いてた。やばくない？流行りの曲とかじゃなくてさ、グッバイとかそんな聴いてるんじゃなくて合唱曲ずっと聴いてた。君と歩こうとか、やばくない？君と歩こうとかコスモスとか合唱曲聴いてた。やばいよな、ママにさ、なんで合唱曲聴いてんのって言われてて、その時はなんかなんでやろうって思ってたけど、今思うとあのね、あ、友達と別れたの寂しかったんだなって思って、可愛いなって思いました、自分のこと。合唱曲聴いてんのあとは中2は心の瞳歌った、心の瞳でってやつ、君を見つめれば愛することちなみにランね、アルトやった、ずっと。57分、早い。ありがとうみんな、57分。こんばんは、こんばんは。私も中1でコスモス歌った。一緒やん、コスモスめっちゃ好きやねんけど、あのサビのさ、光のだんだん3回ぐらい最後サビやるのめっちゃ好き。うん、コスモス知らん。聞いてみて、合唱曲コスモスですぐ出てくるから、ランの思い出の一曲合唱曲はい、じゃあでは今日はランキングを読みたいと思います。13位みーちさん、ありがとうございます。12位としくん、ありがとうございます。11位なんちゃんもなか大好きさん、ありがとうございます。10位その先のオアシスさん、ありがとうございます。9位うきょうさん、ありがとうございます。8位たらなとさん、ありがとうございます。7位ぺぺさん、ありがとうございます。6位まさこべさん、ありがとうございます。5位バッシーさん、ありがとうございます。4位ゆうじさん、ありがとうございます。
3位南十字星さん、ありがとうございます。2位マー君、ありがとうございます。1位バディガイさん、ありがとう。あ、てかさ、ちょっとあの言うの忘れてたんですけど、あの波動のシーズン2のあのデイ1出るんですけど、10月の11、あの応募も始まってるみたいなんで行こうかなって思ってくれてる人はよければ待ってます。波動シーズン2のデイ1チーム K は、田口真中キャプテンとズッキーさんとランです。頑張ります。はい。ラキラちゃん、はい。35位のキッチンさん、ありがとう。いつもありがとうございます。では皆さん、今日も VR スクエアよければ見てください。よければっていうか見て。じゃあありがとう、バイバイ。VR 見てね、バイバイ。応募した、嬉しい、ありがとう。